こんにちは。どうもこんにちは。今回はプレイステーションカメラで音声を録音してみてます。では今回はマテリア化をしたいと思います。今回はこれら1,2,3,4,5 10個ですね。全部でアクセサリーと防具全部で10個です。前回の時は防具だけだったかな、確か。今回は10連。まずはアクセサリーからやってみましょう。1個目いきます。魔性のマテリだ。ハズレ。ちなみに当たりはマテリガというのが出たら当たりです。魔性のマテリガはハズレかな。でもとりあえずガが出たらまた魔性のマテリだ。ハズレ。次いきます。3つ目、どういうこと？3連続で魔性のマテリだ。こんなの初めて。マジか。4つ目、これはギャザラーの装備でしたね。白色かな。白色のマテリだ。次はクラフターのアクセサリー。5つ目いきます。5来い。見ました。見たよね。クラクターのアクセサリー全部魔性のマテリだ。ハズレ。大ハズレ。何これ。次頭装備。これはファイター装備ですね。マテリガ来い。幽略のマテリだ。普通ですね。ハズレでもなければ当たりでもない。次銅装備。電眼のマテリだ。普通。ああこれ動画としていいのか。8個目、ハズレが4つ出ただけで動画のネタとしては動画のネタとしてはまあまあ。じゃあ次いきます。8個目、腕装備。幽略のマテリだ。ダメだ、今回ダメだ。9個目、脚装備。来い。来た。幽略のマテリが大当たり。これは大当たりです。確か13万くらいかな、うちのサーバーでは。ちょっとしばらく確認してないのでわからないですが10万はする。やった。しゃ、ラスト足装備。2連でガは来ないかな。最後です、お願いします。来い。活力のマテリだですね。ではまとめると、今回の収穫はなんか動画として結構いいね。今回もハズレ4連というオチがありつつマテリガが出るという幸運にも恵まれ、今回はこれらです。収穫は幽略ガが出たから今回も当たりということで運がいいということで、
マテリア化10連でした。ご視聴ありがとうございました。またね。